ボルダマーも撃たない。どうも皆さんこんにちは、よしろです。登録者1000人ありがとうございます。というところでですね、まあどんどん打率をね上げたり勝率を上げたりっていうところのね動画をこれからバンバンに出していきたいなっていうところで、私を評価していただける、1000人の方をね味方にしつつ、攻略系 YouTuber として、これから頑張っていきたいと、思います。というところでですね、本日も、コメントの方でね要望のあった内容を動画にしていきたいと思います。まあそれもですね、名付けて、ボール玉を打たなくする方法を本日は解説していきたいと思います。はい、まあ早速ね解説していくんですけども、まあ、大前提としてですね、まあ、相手投手の変化量と強い球種っていうのをですね、まあ、知っておく、認識しておくっていうのは、まあ、皆さんできていることかと思います。そしてもう一つ、まあ、ストライクゾーンの白線をしっかり意識するっていうところ、まあ、これはですね、まあ、リアタイを長くしている人とか、まあ、大体分かっていると思いますので、ここはねこの2点、相手の投手の変化量と強い球種を認識することとストライクゾーンを強く意識するっていうところは、まあ、大前提皆さんできていると思いますので、ここはちょっと、省いた上で、大前提とした上で、説明をしていきたいと思います。はい、というところで早速本題なんですけども、まあ、私自身がですね打席で意識していることは、3つあります。もうこれはかなり抽象的な言葉として皆さんキーワードとして覚えていただきたいんですけども、覚える、捨てる、狭くするっていう、このね3つのキーワードを私は常に意識するようにしています。でこういったね抽象的なね内容にしておいて、あの打席に立たないとちょっと細かなところまでね頭に入れながら、打席立つとですね、あまり打てる印象が私にはないので、やっぱり抽象的な、もう大体の、こういった大雑把なねキーワードをまず3つ私は頭に入れておくようにしております。というところでですね、まあ、この3つをキーワードとして、解説の方をしていきます。でですね、まあ、ストレート系のボール球とストライクゾーンの、見極め、そして変化球のストライクボールの見極めの、まあ、2つをですね解説していきながら、最後にですね私のリアタイをやりながらですね最後解説できればいいかなというところで、やっていきたいと思います。それでは最初、ストレート系の見極めですね、ストレートはですね最初の位置、まあ、カーソル、フェードが現れたところから動くことがないので、まあ一番見極めとしてはね、簡単なのではないかなというふうに、思います。ただですね、まあ、ストレートはそういった分際どいコースにね、来やすいんですね。で狙っているコース以外はですね、早いカウントでは手を出さないっていうのがまず大事かなと思います。本当に際どいコース狙いやすいので、ストレートっていうのは変化先とかないので、配球側もね白線のここだっていうところに配球できてしまうので、まあ、ストレートっていうのはね本当に際どいところ、自分が狙っていない限りは手を出さないっていうところがね、一つあるかなと思います。ストレートはね、そんなところでいいんじゃないかなって、あまり深く考えすぎても良くないので、そんなところでいいのかなと思います。次にねツーシームになります。1個前の動画ですね、先日の動画を見てもらうのが一番いいんですけども、ツーシームもストレート同様ですね、際どいコースに、かなり来ます。まあ、鋭くね変化する、なおかつストレートと似たようなコースでもストライクにできたり、ボールに外したりできるので、際どいコースに来やすいです。でストライクゾーンからボールゾーンに逃げていくボールっていうのに皆さん一番手を出しやすいんじゃないかなっていうのが、まあ、悩みの一つ、一番大きなところかと思います。でですね、こういったものはまあ、攻略するっていうか、まあ、7割6割打ってる人もここはね完全に見極めれているかというとできていないと思います。完全にこうストライクボールの見極めが際どいコースできているかどうかっていうのは、正直なところ多分できていない、完全にはできていないですね。はい、実はじゃあ何をしているのかっていうと、あの投手によってねストライクゾーンを変えてるんですよね。はい、まあ、これかなり大野さんとかいい例なんですけども、左バッターでね大野さんのツーシームインコースストライクボールを見極めるっていうね、これかなり難しくてですね、もう僕とかだと本当にストライクゾーンをねちょっと狭くして、ここからここは手を出すぞ、ここから外は手を出さないっていうところですね。まあ、キュアドックってストライク取られてしまってもそこは手を出さないように私はしています。まあ、ストライクゾーンを狭くすることでツーシーム外に逃げるボール球っていうのは、手を出さないように、するのが一つ一番いいかなと思います。でですね、まあ、ストライクゾーンなんで狭くするのってね、いうところなんですけども、こういったところね、あのお相手の方も見極められてしまう、あの甘いところにね投げざるを得ません、得れないんですね。で際どいコースにじゃあ逃
2球ストライク入れれたとしても絶対いつかはね甘く来ることがあります。ただ甘く来るまでね待つわけにはいかないので、まあ、ストライクゾーンをね狭くしてその範囲は振るっていうところに決めてですね、振っていってボール球を打たない、そして甘い球を待っていくっていうところがちょっとね矛盾しているようなんですけども、これがやっぱり難しいんですけども大事かなという、ところになります。はい、続いて変化球の見極めです。変化球はですね大事なこと3つですね、3つあります。まず1個目、これもねもう僕の解説動画ではかなり何回も喋っている内容かなと思いますけども、回転と変化量で判別するっていうところですね。まあ、ツーシームの他にですね2種系の投手、まあ、石川歩夢さんだったり宮西投手であったり、いうところの2種系の投手がいます。そして変化量の大きな投手、千賀さんのフォークとか、山岡さんの縦スラ、菅野さんのスライダーとか、まあ、変化量のね大きなピッチャーもいますので、まあ、二種系そして決め球の大きいピッチャーっていうところは、まあ、回転がね見極められなければこれ手も出ないですね。でそして変化量を理解していないとボール球を打ってしまうっていうところがありますので、まあ、変化量ねだいたい菅野さんだったらこっから始まるとこの辺だなっていうのを、まあ、理解していれば、まあ、それがねあこれ打っちゃうとボール球だなとか、これ際どいから別に打たなくていいかなっていうところをしっかりね回転と変化量を見て見極めるのが一個大事かなと思います。はい、次丸2ですね。次には相手の配球がねどの球種をどのコースに投げているかっていう傾向を見極めるっていうのが大事だと、思います。まあ、若干なんですけども相手の配球ってね必ず、癖が、存在します。まあ、千賀さんだったらねやっぱりどの投手も強い球種って言って全部強いピッチャーっていないので、絶対2種類とか3種類ぐらいかなと僕は思います。全ピッチャーで、はい、思いますので、だいたいその2種類をどのコースに投げるかっていうのは結構お相手の方の傾向はね見極めれることができると僕は思っております。なのでこういったね癖をまあ早い段階で見極めて、で、まあ、甘いコースを待っていくと、で甘いコースを待っていって、で、まあ、追い込まれてしまった時ですね、そういった時に際どいボールに手を出さなければいけないっていう時になった時に相手の癖をねあの傾向を、頭に入れて、さっきこの辺集めてたなっていうところをこう手を出していくっていう風にしていくと際どいボールもですね手を出せるんじゃないかなと、ヒットにできるんじゃないかなっていう風に思います。そして3つ目ですね。3つ目は、まあ、変化量マイナス1とか対ピンチ、そしてピッチャーの疲労とかでですね、まあ、変化量がね変わる瞬間っていうのをねしっかり見極めて、そしてまあ打つ前からねちょっと見極めるのは難しいので、まあ、大体あこんぐらいしか曲がんないんだなって対戦していきながらですね打席立ちながら見極めて、でこう変化球に対応していくっていうのもねちょっと難しいんですけども、これは大事かなと思います。はい、以上のことですね、ボール球の見極めでは大事なことになっております。ただですね本当に口だけではちょっと難しいところになりますので、実際にねリアタイをやりながら、私解説していきたいと思います。喋りながらねリアタイっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけども、参考にしていただければいいかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、というところでいきたいと思います。まあ、配球の方もね、解説できればいいかなと思うんですけども、相手の肩そこまで打率、高くなかったのでちょっとねピッチングの方は飛ばしたいと思います。はい、じゃあ打撃の方行きましょうか。糸井さん行きましょう。はい、ここもねもしこれこのボールがねスプリット、今はスプリットだったんですけども、ツーシームだったら僕手出さないです。でこれもちょっとねさっきのコーススプリットの可能性あったんで、際どいボールは今手を出さなかったです。はい、まあね、ちょっとこのインローとかね僕苦手なのであまり手を出さないようにしてますけど、はい、っていう感じでこんな感じで、お相手がねさっきここツーシーム入れてきたんで、さすがに傾向を読んで僕打ちました。さあ何でくる、あーちょっとこれはボール球手出しちゃったなって感じでですね、ちょっとね割と調子がいいとねボール球手を出してしまう、対応できてしまうので、あんな感じでねボール球ヒット打ってしまうこともあります。すいません、ボール球打っちゃいましたね。はい、これはねツーシーム待ってたんですけども、うまく合いましたね。はい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 、というところで、吉田正尚、これまたインドツーシーム来るんじゃないかな。ツーシーム待ちます。あー、おっぶねスプリットだったんですけど、ちょっとね今のはなんとか対応できたんですけど、まあ、本当はね手を出さない方がいいボールではあります。うん、やっぱねちょっと相手の傾向的にスプリットを多く投げてくる傾向にあるんで、
さあツーシーム来るんじゃない、スプリットをねもう投げてこないと思うんで、そうなんでやっぱボール球をね見極めるっていうのは、相手の配球を読む、傾向を読みながら相手の配球を読むっていうのも一個大事なところになりますね。うん、これもねもうドンピシャ作戦上なんで僕手出せないです。危ねえ危ねえ危ねえ、はい、もうこれはね打てないです。もうね打ってもフライになっちゃうんで、今のは見極めるというか、あの手を出さないです、しょうがない。うん、なかなかねああいう流しはちょっと難しいとは思うんですけど、結構甘いっちゃ甘いんですよねあそこのコースって。はい、というところで今のストレートなんかはねもうかなり甘いコースなんで、やっぱこんぐらいのねボールは、ホームランにしていきたいところになります。というところで、王さんのね打席がかなりいい例だったんじゃないかなっていうところで、まあ、本当にツーストライク追い込まれてもねあそこまで手出さないはちょっとあのダメなんですけども、まあ、あんぐらいね割り切っちゃっても正直いいかなと僕は思ってます。まあ、僕もねかなり試合してるんで、あのヒットになるかどうかっていうのがね、ここから今から振ってもダメだってね思っちゃうんで、もう手を出さないときは出さないです。はい、そんな感じでボールストライク、まあ、分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけども、まあ、考え方としてはね本当にあの細かいところまでね考える必要はないので、最後まあ大事なのは本当に覚えること、捨てること、狭くすること、だったかと思います。覚えるっていうのは変化量、まあ回転とかですね、そういったところを覚える、でストライクゾーンも覚える、どこからがストライクでどこからがボールなのかっていうのをしっかり覚える、そして捨てるですね、まあ本当に、まあ、簡単なようでかなり難しいとは思うんですけども、打てるボールを打つ、で狙い球を絞るっていうところでですね、まあここから先は捨てるとか、ここからここら辺は打つぞというところで、まあここからここを捨てるっていうところですね、まあ、捨てる球を決めるとか捨てるコースを決めるっていうのは非常に大事かなと思います。はい、で狭くするですね、最後ストライクゾーンのね白線を意識するっていうのがもちろんで、で大野さんとかね、まあ序盤で話しましたけども、まあ球種によってねストライクゾーンをね変えるっていう、まあ投手によってでも、まあ、変えていくっていうのが、まあ一個大事なところになります。なんで覚える、捨てる、狭くするっていうね、この3つをねボール球手出してしまう人っていうのはですね、打席立つ上で、覚えていただければ、いいかなと思います。はい、そんなところでですね今回の動画は、終わりたいと思います。まあね、まあ、なかなか本当にボール球はね相手もねボール球打たしたいと思ってるところなので、まあそこをねいかに振ってしまう回数を少なくするかっていうところですね、できてくると打率自体も上がりますし勝率も上がっていくと思いますので、ぜひとも今回の内容、覚えていただき、忘れてしまえばもう一度何回でも見ていただければいいかなと思います。それではね、毎回のごとく言いますけども、皆さんの打率が上がることをお祈りしつつ今回の動画を終わりたいと思います。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。